はい、今日使ってる雪はストライパーです。はい、005から15まで8浮力あります。005から G2 までイエローがあります。はい、この浮きはですね、見ていただいたら分かるんですけど、この部分に、くぼみがありまして、これがですね、魚が引き込んだ時にまあ、じわじわじわと入るんですけども、それから の浮き上がりですね、魚が抵抗を感じないように浮き上がりをこの部分が抑えてくれて、魚の食い込みが非常に良くなります。はい、この浮きの最大の特徴は、高重心構造です。はい、通常の浮きはですね、重りが浮きの下の部分に入ってるんですけども、この浮きは重りが、縦に長く入っています。高重心設計になっていますので、魚の引き込みに合わせて浮きがすぐ傾きで当たりを知らせてくれます。普通の浮きはですね、下方向に引き込む当たりしか分かりにくい時があるんですけども、この浮きはですね、横方向の前当たりもつかむことができます。見ていただいたら分かるんですけども、この浮きは一度姿勢を傾けると元の通りに復元しません。高重心の浮きはですね、投入の時にふらついて、絡みやすくて、とても扱いにくい時があるんですけども、この浮きはですね、自重があって、意外と飛行姿勢もいいんで非常に扱いやすいです。